口に出すと少し覚える率が高まりますから、ちょっとご唱和いただければと思うんですが、脳を若くする3つのポイント、1つ目お願いいたします。新しいチャレンジ。2つ目、人と会って話す。3つ目、たくさん笑う。2時間以内のどこかでお伺いしますので覚えておいてください。そしてですね、最初に、コミュニケーションゲームといって、この講座の中では iPad ばっかり使っているわけではなくて、いろいろとやり取りをしていただくんですが、